インターコンチネンタル・香港インターコンチネンタル・香港は、香港の急流半島、チムシ・ヤッツィにある最高級ホテル。ロビー館内の海岸イギリスの植民地下であった1980年に、リージェント・ホテルズ参加のザ・リージェント・香港としてをオープンした。当時の香港のホテルとしては、最大級の規模を誇った。チムシ・ヤッツィの突端にあり、ハーバービューの客室とロビーなどから、 ビクトリアハーバーと香港島の景色を目の前に見ることができ、香港のホテル最高の眺望と称される眺望の良さを誇る上、当時として最新の設備を誇ったため、オープン当時からザペニッシュラ、香港やマンダリンオリエンタル香港、カオルーンシャングリラと並ぶ香港を代表する高級ホテルとして君臨することとなった。その後1992年と1996年に、 相次いで改造を行い、香港がイギリスから中華人民共和国に返還された後の2001年に、当時イギリスのバスホテルグループ参加であった、インターコンチネンタルホテルズグループ参加となり、インターコンチネンタル香港と解消された。その後2003年10月には、アラン・デューカスがプロデュースするフランス料理のレストラン、スプーンがオープンしたほか、2006年12月28日には、 日本料理店、ノブもオープンするなど、海外の有名シェフのレストランを次々とオープンさせた。2008年4月には、総額7000万アメリカドルをかけて、各種設備を改装し、ビクトリアハーバーを見下ろすプールテラスをリニューアルオープンさせたほか、屋外ジャグジーや屋外マッサージテントの設備を持ったスパ、アイスパカバナを開設した。 そのロケーションがもたらす景色や便利な立地のみならず、バトラーやコンシェルジュをはじめとするスタッフのサービスが高く評価されており、ミシュランガイドやコンデナストトラベラー史などの権威ある雑誌による調査で常に世界のトップクラスのホテルに選ばれている。また、香港を訪れた世界各国のビジネス客や観光客のみならず、政府首脳から俳優、 歌手などのセレブリティが多く宿泊することでも有名である。ウォーターフロントプロムナードとインターコンチネンタル香港、インターコンチネンタル香港インターコンチネンタル香港の190半島、チムシアツイのビクトリアハーバー沿い、ウォーターフロントプロムナードの真横に位置し、大規模ショッピングモール、新世界中心に直結している。また、いよいよ、 厚道周辺の繁華街や香港文化中心にも徒歩数分圏内という便利な立地にある。MTR 西鉄線の尖狩あずま駅 J 出口、MTR 湾線のチムシアッツ駅の駅に地下通路を通じ徒歩で数分でアクセスできる。また、九龍と香港島を結ぶスターフェリー乗り場やバスターミナルも徒歩圏内である。また、香港国際空港と市内のホテルを結ぶ定期バスが、 停車するほか、ホテル専属のハイヤーが用意されており、空港との送迎のほか、時間単位での貸し切りも可能である。なお、数百メートル離れた、チムシアッチ東に、グランドスタンフォードインターコンチネンタルという、同系列のホテルがある。ありがとうございます。